レンジャー搭載機ククサムは、アメリカ海軍研究所が設計した二次元レーダー。アメリカ海軍が初めて艦隊配備した、対空捜索レーダーである。また本項目では、同系列の SA、SC、SK レーダーについても扱う。1936年8月、アメリカ海軍は、周波数2 0 0ヘルツの実験機であるザフを製作し、百三十七年四月より、 駆逐艦、リアリーに搭載しての養生試験が開始された。また1938年末には、戦艦、ニューヨークに搭載されて、演習にも参加した、これを元にした実用機として、NRL が開発したのがククサムである。製造は、RCA 社が担当して、1940年5月より、実艦搭載を開始し、8月までに戦艦、カリフォルニアなど戦艦、 航空母艦、十十2洋艦計六隻に搭載された。なお、カリフォルニアは、真珠湾攻撃で大破、着呈したが、搭載するククサムは回収されて、空母、ホーネットに移設された。また、1941年末からは、反射板をスクリーンとし、アンテナ旋回機構にも改良を加えたククサムマイナス -1 の引き渡しが開始され、 こちらは1943年まで運用されていた。クックサムはあまりに大掛かりであり、装備するには、巡洋艦以上の大型艦である必要があった。このことから、より小型の艦にも搭載できるよう、アンテナを小型化して開発されたのが SA である。製造は引き続き RCA 社が担当しており、1942年9月より、引き渡しが開始されて、最終的には、 計4 0 0機が生産された。その後、平面位置表示機の導入などの改良を加えた SA-2,SA-3 へと発展した。また、さらにアンテナを1.52メートル1.83メートルに小型化、重量45キログラムに軽量化した SA-1 も配備された。周波数も182メガヘルツに変更されたが、アンテナの小型化と相まって、 合意覚精度3度に低下した。ゼネラルエレクトリック社によって開発されたククサムの小型カバンが SC である。1941年後半より配備が開始された。また1942年1月には出力を倍増することで探知距離をほぼ倍増するなどの改良を加えた SC-1 が開発され、既存の SC はいずれもこちらに改装された。その後、 SC-1 をもとにアンテナを大型化した SC-2、電子防護能力強化などを施した SC-3、SC-4 が順次に配備されたほか、新開発の SR レーダーの計画遅延のため、さらに SC-5 も100機生産された。ゼネラルエレクトリック社によって、いわば同社の SC-2 をもとに、各サムと同大のアンテナを備えるものとして、開発されたのが SK であり、 対戦中のアメリカ海軍大型艦の標準的なレーダーとして広く配備された。また海兵隊の地上配備用レーダーとして SK-1M も開発、配備されたほか、サイドローブ削減のため、ティッシュアンテナに変更した SK-2、3も開発。ありがとうございます。